クロちゃん、おはようございます、はい、おはようございます。どうですか、2日目。なんかもう昨日のでなんか完結した感じがするから、なんか全然テンション上がらないです。いや、上げてくださいよ。今日まだ10本ぐらい取らないといけないんですか。いやいや、10本取らなくていいでしょ。クロちゃん、これどこか分かります？どこかって、だって静岡でしょ、多分。城大槍槍あ、橋ね。どうやったら槍が出てくるんですか、ここで。わかんないじゃん。わかるでしょ。いや、ここ、はい、静岡の、はい、駿府城。駿府城、スープ城じゃないん。そんな城これよりあると思います。いや、だから日本風じゃないなと思って。駿府。駿府、はい。え、何、初めて聞く。あの徳川家康が最後を過ごした、日本でも由緒あるお城。あ、最後の将軍がってことは、徳川慶喜ね。違う、家康一代目の人ね。はい、一代目。まあ、あの江戸幕府を築いた人ですね。はい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 。僕も歴史詳しくないんで、あんまりちょっと掘らないでください。いや、待ってください。答え合わせできないじゃん。これ見てる人たちが間違ってるぞって全く言ってくるから、そんなこと言うと。いや、違う、あれでしょ。だから徳川家康って言ったら、タイの天ぷらがすごい好きで、結構それでなんか太っちゃうってなった人でしょ。いや、僕それは知らないです。知らないね。日本人なのに日本の歴史知らないってことは、もう日本人じゃないからね。いや、僕は家康知ってるのは、はい、野草を食べてて、野草元気になったっていうのは聞いたことあります。あ、そうなの、はい、いや、いいんですよ、こういうくだりは。待って、うんちくでしょ、今。いや、もういいんです、いいんです、クロちゃん、いいんです、はい、いいんです。いいの、はい。ここ、はい、今、うん、お城の一番外堀。あ、外堀なんだ、はい。すげえ、鳩めっちゃいる。めちゃくちゃ大きいんですよ、このお城。あ、ほう、いいんですよ、鳩は。いや、城の話をしてるんですか。いや、だから城見ようと思ったら鳩が飛んでくる。鳩の話はいいんですよ。いや、平和の象徴、広島で言ったら鳩もね、平和の象徴で大事じゃんか。それを言って、広島人じゃないね、君は。ちょっと段取りあるんで。 あるの。あ、結構自由な時間じゃないの。ないんですよ、オープニングですから。オープニングって好き勝手喋っていい時間なんでしょ。しかもこれ、はい、なんなら新年一発目のオープニングです。え、新年一発目なの、はい。いや、まだ11月よ。いや、もういいんですよ、はい、この時間軸ばらさなくても。いやいや、テレビですから。あ、そうなの。ということで、はい、ちょっともうちょっと城見てみましょうよ。はいはい、こっち行ったら城。そう、テニスコートみたいなのあるよ。何これ。いや、ここ、はい、広すぎて、はい、もう見てください、はい、学校とかあるんですよ。いや、そうね、なんか管理所とかなんかいろいろある。あ、学校これ。はい、城の中に学校があるの。そうなんですよ。 RCC も、はい、城の外に RCC ありますけど。あ、確かにそうだね。あ、本当だ。もう広島城より全然でかい。城の中入ってきた感覚ないんだけど。全然。そうなんですよ。でも、もうお堀の中ですから、うん。あ、こんにちは。あ、ワンちゃんだ。危ない危ない、あの犬の散歩についていく。そうそう。いや、危ない危ない。それ持たされてたら、もうちょっとついてった感じがするもん。ほんと。お、言ったけどさ、俺犬あんまり好きじゃないからね。ほんと。怖がってましたもんね。けど、なんか途中からなんかすごい、なんかね、いいお父さんに会ったりとかいろいろしたからさ、なんかそれでなんかちょっと犬全然いけるってなったけど、やっぱ、あの山口のね、前回の分が終わってから犬克服したのかなと思ったら、また戻ったね、やっぱね。ダメでしたか。出てきた。そう、え、な、え、お堀があって、それからまたお城があるの。そう、めちゃくちゃでかくない。だから駿府城。駿府城、ごめんなさい、呼び方間違ってたら訂正しますんで。多分俺違うと思うんだよね。なんかそんな和風じゃなくて洋風みたいな感じの聞いたことないんだけど。駿府城。駿府城、この中で正解を知ってる人はいないですね。ちょっと地元の方に聞いてみます。なんなら本当にちょっとダメだと思うよ。本当に結
構連行してるからね。で、はい、この静岡で今日一日、はい、まあ、レンタルクロちゃんを広めていきつつ、はい、まあ、静岡の方のお悩みとか、はい、聞いてレンタルしてもらって、うん、まあ、好感度を上げていこうと。静岡でも、はい、今年も。今年も？いや、もうあのこれあのだからさっき言ったじゃないですか、はい、2022年用ですから。2022年用素材としては。わかりました。なんかもう気持ちよさをもう進んだ方がいいですね。はい、進めてください。そうか。いや、元旦まさかこんなところ来れるとは思わなかったっすね。いや、元旦設定じゃなくていいんですよ。え、ちょっとあなた本当にテレビ知ってますか？何が？いやいや、元旦設定じゃないんですか？いや、あの、今日元旦にロケしてるってのは嘘ですから。ああ、それは違うの？元旦にオンエアしてるっていう体で喋ってもらったらいいんですから。あ、で、はい、この静岡でせっかくなら、うん、富士山を見ようと。はいはい、昨日見られなかったじゃないですか。夜中だったからね。見れんの？富士山の、はい、見えるスポットを探して、はい、うん、どうせなら新年らしくご利益をいただこうと。いいね。一高二富士三なすび、日本一の富士、銭湯にも書かれてますからね。赤富士見えるますかね。赤富士的な、まあ、赤富士見えたらいいですね。赤富士って何なんですか？いや、あなたが言い始めたんでしょ。いや、なんかよく銭湯に書いてあるやつでね、赤富士とか言うじゃん。いいんですよ、もう。とにかく、うん、富士山が見えるところを探して、はい、ちょっと歩いていきましょう。わかりました。いや、ちょっとそれは嬉しい。やっぱ富士山ね、見たい。なんかせっかくだって静岡来たんだからね。ただ、うん、今日僕らも広島から来てるんで、はい、車両とかないんですよ。借りたらいいじゃん。で、なんでもうタクシーの運転手さんに自分でアポ取り交渉してもらって、はい、乗せてもらって、その運転手さんにこの静岡市内で富士山が見えるところに連れてってもらう。アポ取りって何？ね、それはお金は？お金は、うん、まあ払えますよ。あ、びっくりした。そんなタクシーにさ、ヘイタクシーって言ってさ、ちょっとなんかこういう状況でちょっと一回ね、ただ乗り、ただ乗りしようと思ってたってことですか？俺さすがにできないよ、そんなの。それはさすがにしないです、僕らも。びっくりした。タクシー、待って、ちょっと、なんだろう、整理しよう。今やるべきことは、ここの城の名前を聞くことと、あとタクシーに交渉して、なんだ、富士山が見えるいい場所ってないですかっていう。あ、タクシー来た、タクシー来た。いや、待って、あ、これ空車だ、これ空車。いや、けど待って、一回するでしょ。一回するでしょ。まとまってないから俺今だ。タクシー乗って、うん、富士山の見えるところまで連れてっていただく。富士山見えるところまで連れてもらうね、静岡市内で。はい、で、待って、これだけどクルーで言うと多分2つに分かれていかないといけないから、2台見つけないといけないんじゃない？1台でいいです。クロちゃんが乗る分だけでいいです。あ、本当？我々は車ありますんで。あるんじゃん。乗れないんですよ、だからクロちゃんは。いや、待って、大事にしてよ。なんで俺が交渉しないといけないの？じゃあタクシー探しましょうか。はい、ちょっと渡って、まあ、あっち側の方がいいですかね。うん、あら、もう別れた。え、でっかいカメラいなくなったんだけど。だから、そうですよ、車で移動しますから。いや、バイバイじゃないよ、ちょっと待ってよ、本当に。いやいや、マネージャーもいなくなったんだけど。置いてかないで。ちょっと待って、いなくなるって何なん？この小型カメラ2台で撮っていきますから。いやいや、違うって、ちょっと規模が地上波ですけど。嘘でしょ。いや、なってきたなじゃないよ。当然今日も、はい、あの、本当にあの予定ないですから、何の。嘘でしょ。タクシー来ないですね。さっき何台か来てたんですけどね。うん、いや、だから拾わないからですよ。あ、クロちゃん。いや、分かってなかったのにさ、急に、はい、タクシー止めてさ、あたあたするの映されるの嫌じゃん。好感度上げようと思う人がさ、あたふしちゃダメだと思うの俺。うん、来ないな。
ここが大体タクシーが通るスポットじゃないんじゃない？いやでも観光地ですからね。拉致が開かないですね。ちょっと歩きましょうか。拉致が開かないです。言い方考えて。なんだ拉致が開かないって。今日本当、うん、これ今日一日で12本取らないといけない。バカだ。いや増えてるじゃんか。これで3月末までちょっとやりくりしないと。違う。季節感もおかしくなってくるよ。それはそれで。すごいねけど、いやけどお城って今見えてるのはお城で、まだあれはだから大きな住んでたところじゃないでしょ。もっと奥にあるってことでしょこれ。そうそう、めっちゃでかいじゃん。なんか 4.2 キロらしいですね周囲。え、城の中、うん、いや城の外かな。にしてももうちょっと城見ないだったら普通なんか来ましたよっていうなんかあの既成事実だけきちんと取っといてみたいなね、いいんですよ。もうちょっとお城内情ばらさなくていいんですから。もっとお城見てね、いやどう思いますかみたいなとかね、いやいいですねとか全然やらなかったよね。いや僕らもう気持ちが富士山行っちゃってるんですよ。いや戻ってきなさいよ。俺行ってないからまだ。やっぱ新年らしく、うん、富士山と。そうね。はい。いや確かにめでたいものね。なんかやっぱね2021年もねちょっとねあのまあ、オリンピックとかいろいろありましたけど、はい、やっぱコロナがねやっぱ1年収束しなかったから、うん、ちょっと暗い話題が多かったけど今年はなんか元気にみんな行こうよっていうね一発目になればいいよね。そうなんですよ、うん、いやなんかちょっとおしゃれこじゃれだもんね、うん、だからちょっと待ってください。ちょっと確認したいんですけど、はいはいはい、一生懸命っていうねこの感じ、はい、この感じが、はい、あの、はいヤンキーのよろしくみたいな感じで思ったのでもしかしたら優しい感じにも見えるけど、はい、実際は元ヤンか原ヤンなのかなと思って違います20歳から24います。大変です。大変です。あ、来た。それで24までなんだって。あ、じゃあ開けていいよ全然。こう考えますよ。いいボーイさんいいですね。ボーイさんがやっぱもうねせっかく来てるんだったらこういう触れ合いも大事やな。じゃあ TikTok でも好感度を上げていこうというこの企画、さあ今週はいくついいねがもらえたかな。今年こそは100万いいね突破しようぜ。